It's 1 AM and I ain't tired. I can stand right here and talk all night if you want. I ain't got no place to. どうもケンスケです。今月もこの時期がやってまいりました。買ってよかったものランキングということで、毎月ねやってるんですよ。毎月あの前月の買ってよかったものだから、今月8月だったら7月に買ってよかったものを紹介してるんですけども、今月も8月の頭ということでやってまいりました。で、買ってよかったものは、まあ、いつもの通りそのカメラ系の、ね、機材とかも紹介するんですけども、どっちかっていうとカメラ系の機材以外の部分あんまり普段一個一個で紹介してもみんなもねやっぱ興味ねちょっと薄いじゃないですか。なんでこういうところでまとめて紹介して、みんな興味あればぜひね導入してもらおうというものたくさんありますんで、ぜひ最後まで見ててくれると新たな発見があるかもしれないんで、チェックしてみてください。で、今月はカメラ用アイテムも2つほど買っているんですけども、あとそれ以外のアイテムですね、まあ家にいる時間は本当に長くなったんで、その家の時間を充実化するためのアイテムだったりとか、あとは健康に生きるためのアイテム的なのを買っておりますんで、ぜひ最後までチェックしてくれると嬉しいなと思います。それでは早速いってみましょう。それでは早速1つ目、観葉植物今日水あげてない気がする。うちのドラセナもめっちゃ育ってきたから。ということで、今月買ってよかったもの1つ目がこちら、ボトルですね。今ちょっと中入ってないんですけども、これですね、ジョセフっていうところのウォーターボトルです。で、これ自体あの発見したのはキックス、あの今村くんが買ってよかったもので紹介していて、いいなと思って買いました。で、まあ普段ね普通に家にいる時間も多いし、外にいる時間もね、まあペットボトルで水変えようと、家にいる時間はまあ普通に水道水汲めようと、まあ、僕もずっとそう思ってたんですけども、最近ね健康に気を使ってて、で、あの水の飲む量を増やしてるんですね。ちょっと座らせて。そう、なるべくねたくさん水を飲むようにしてるんですよ。で、ですね、このジョセフのボトル確か 600ml 入って、で1杯こうね、ここにこう分かるかな、こういうのがあって、これカチッと回すとですね、こう分かる、1個ずつ増えていくんですよ、はい、これで、まあ、要は今何杯飲んでるかっていうのが分かるんですね。で、僕ダイエットのこともあるし、あとは水たくさん飲んだ方がいいよっていうじゃないですか。で、トレーニングのために1日ね水3リットルぐらい飲むようにしていて、で、これ600なので、まあ、5回飲んだら一応 OK だと。で、まあ、あの1杯飲んだら1回回す、1杯飲んだら1回回すっていう形にして、なるべくあの5回回すようノルマにしてるんですけども、本当にあのこれ導入する前はマジで大体アバウトにこのぐらい飲んだなというぐらいしかちょっとねあの把握できなかったんで、これにしてから本当にね水の飲む量が把握できるようになりました。まあ、なんであんまりこうね水の飲む量を把握したいっていう人いないかもしれないんですけども、まあ健康のために気を使って新しくね水飲んでみようという方はぜひ飲んでみてください。ちなみに1日水を飲めっていうのは水分を取れって話じゃなくて、お水なのでコーヒーとかはあのカウントされないです。なんであのこれで水だけって感じであのカウントしてみてください。ということで、買ってよかったもの1つ目がこちら、ジョセフのウォーターボトルでした。ということで2つ目いきましょう。はい、2つ目がですねこちらですね。はい、これです。はい、こちらのアイテムですね。これね、コーヒーミルです。コーヒーのミルで、オーシャンリッチ G2 っていうミルになってます。で、僕ねもともとこのね G1 オーシャンリッチ G1 というミル使ってたんですけども、まあ、これが新しくアップデートされたってことでこっち買いました。もともとオーシャンリッチ G1 っていうのがこっちがあって、G2 こっちになりましたと。そもそもねコーヒーミルをみんな持ってるか分かんないんですけども、僕はね豆からコーヒー引きたいんですよ。こういうね豆の状態からこういうねミルっていうのに入れて引いてやっぱドリップしたいという思いがあって、で手引きのコーヒーミルだとやっぱしんどいんで、こういうねボタンこうやって押すと、はい、まあ引けるという形の電動ミルがあるとどこでも引けるし、コンセントにつながなくていいしっていう感じで結構便利なんですよね。で、もともとのこのねオーシャンリッチ G1 も便利だったんですけども、まあ、これよりも、一発で引ける量が多くなったと。こっちだと 20g ぐらいだったのが、こっちだとね 30g 一発で引けるようになって、まあ、かなり大量に引けるようになりましたっていうのと、あとは、引ける速さが速くなったみたいです。まあ、1.5 倍ぐらい引ける速さが速くなったりとか、あとはなんかね実際に使ってみた感じもなんか豆のねこう引き加減が均一になってて、より均一になることによってこうえぐみとか少なくなるんですよね。なんでまあもっと美味しくなるということで、これはね買ってよかったなと思ってます。個人的には
見た目ね、結構このオーシャンリッチ G1 がね結構好きだったんで、ここのさ真ん中の帯のところもう少し細い方がかっこよかったかなとか思ったりしてるんですけども、まあでもシンプルにね性能は上がってるんでお気に入りです。コーヒーのこう家でね豆引く時間っていうのを少し短縮しながらも、まあ美味しいコーヒーが飲めるようにこういうねアイテム導入してみるともっと楽しくなると思いますんで、ぜひ参考にしてみてください。はい、ということで買ってよかったの2つ目がこちらのオーシャンリッチ G2 という電動のコーヒーミルでした。はい、ということで次3つ目、はい、3つ目がですねちょっと料理系のアイテム、これもねキッチンから持ってきます。よいしょ。はい、僕が持ってきたの何かというと、てれん、フライパンっていうね、はい、こちら、オムレツ用のフライパン買いました。最近ねあのツナボーイっていうね YouTube 見て、でオムレツの作り方みたいなのねそれ動画で紹介してて、であの卵ってすごいタンパク質多いじゃないですか。でトレーニングしてるからやっぱタンパク質の多い食事取りたいなと思って、オムレツうまく作れるようになったらタンパク質めっちゃいい感じに取れんじゃねと思って、このねフライパン買いました。もうオムレツ専用、それ以外には使わないって感じでうちで使ってます。僕ですね実はあの大学生の時料理サークルに入っていたんですけども、まあいろんなね料理結構好きでやってきて、で特にねオムレツとかってフライパンにすぐひっつくんですよ。でもうそれ専用のもう卵焼きとかオムレツ専用のフライパンっていうのがないとやっぱねうまく作れないってことはもう経験で知ってて、なんで、こういうねあのオムレツ専用のフライパン購入しました。これあのみんな知ってる？この大名軒ってところの、オムライスとかあの洋食屋さんのねすごい有名な洋食屋さんの、なんかこうコラボというか監修のフライパンになっています。で実際これ使ってみると、まあ、かなりねあのオムレツも綺麗に焼けるんですけども、まだ僕のね実力はそこまでいってないんで、あのオムレツはまだお見せできないです、はい。まあ、よく料理する方で家のフライパンであんまりこうオムレツとか卵系綺麗にできないんだなと思ってる方は、これが2000円しないぐらいかなくらいで買えちゃうし、結構ね、軽いし場所も取らないんで、ぜひこういうの買ってみてください。ということで、買ってよかったもの3つ目が、こちらのフライパンでした。まさかのフライパン。ケイスケの動画、ほい。4つ目がですね、これですね。みんな多分あんま、ね、知らないアイテムだと思うんですけども、美容系アイテム、ウォーターピーリングっていうね、アイテムになります。で、ウォーターピーリングっていうもの自体みんな知ってるか分かんないんですけども、まあ、要は鼻とか毛穴の汚れっていうのがたまるじゃないですか。それをもう水で落とそうというアイテムです。で、これね、ボタンを押すと、これ全然見えないんだけどさ、こう、ブルブルってなって、実はめちゃくちゃ微振動してるんですね。超音波振動みたいなしてるんですよ。で実際に今水とか化粧水とかバシャーってつけて、でゆっくりねこれで鼻のところとかやってあげると、あの鼻のね皮脂の汚れとかが落ちてくれるという形のアイテムになっています。このウォーターピーリングってアイテム自体あんまり良くないんじゃないかと、なんか肌傷つけちゃうんじゃないのかなと思ったんですけども、まあいろんな YouTuber さんのレビュー見てる限り結構良さそうだなっていうのもあったし、あとは結構ね僕の信頼してるあの宮永エイト君、あの結構ね僕美容に興味あるから宮永エイト君の動画めっちゃ見ちゃうんですけど、あのエイト君が、まあ、言ってることは割と僕は信頼していて、まあ、実際こうエイト君もやりすぎは良くないけど、これねやる分には悪くないんじゃないかってことで紹介していました。でそれでウォーターピーリングどれがいいかなって調べてみたら、意外とねアマゾンで3000円ぐらいで安いのが売ってて、しかもそれがめちゃくちゃ評判いいし評価もいいということで、買ってみました。これね一発やったら皮脂全部なくなりますとかそういうわけではないんですけども、まあ、ただ定期的にやってあげて気になる時にねやってあげれば肌ツルッとするかなと思いますんで、ぜひねあの気になってる方とかはあのチェックしてみてください。僕もね結構気になるんですよね。ということで、買ってよかったもの4つ目がこちらのウォーターピーリングでした。でちなみにあのそうだ、先月買ってよかったものでさ、これねあのこれもその宮永エイト君のやつなんですけども、1ヶ月ちょっと試してみますってことで、あのバーム試してみました。で実際ね僕も使ってるんですけど結構いい感じで、あのこのね夏にぴったりというかちょっとウェッティーな感じになるんですよね。あのこう束感出るというか、はい、こういうの好きで使ってます。あのね難毛の方でサラサラの方、僕とかもともとサラサラなんですけども、あのそういう人は合わないと思う、まあ、逆にそうじゃなくて、まあ、剛毛の方とかあとはパーマとかね、かけてる方とかは結構合うと思うので、本当プロダクトのワックスとか好きな方はもうちょっとウェッティーな感じ欲しいと思った時にこれねめちゃめちゃ使えると思うんで、ぜひね参考にしてみてください。ということで一応ねこれ番外編として、まあ、先月あの紹介しますって言ってたんで気になる人はぜひチェックしてみてください。はい、
で、皆さん気がつきました？僕カメラとかガジェット系の YouTuber なのに、今まで紹介してきた4つ、まあガジェットもあるけどね、生活用品みたいなね感じになってましたが、ここからねちょっとしたガジェットも紹介していきます。ということで、買ってよかったもの5つ目がですね、フィルター、カメラのフィルターですね、レンズフィルターだ。はい、まだ動画で紹介してないアイテムになります。カメラ系のアイテム、レンズの上につけるレンズフィルター、東京グラファーってところの OPF550 と650っていうフィルター、これ、ね、ちょっと友達が気になってるって言ってたんで、まあ、まとめて2種類買ってみました。これ、ね、結構有名な、あの界隈では有名なねちょっとフィルターなんですよね。で、どういうフィルターかっていうと、みんなねこの動画で、あのソフトフィルター、ローコントラストフィルターっていうね、あのレンズで写真とか動画撮ってる時にちょっとふわっとさせるフィルターっていうのは、まあ、知ってる方多いと思うんですけども、これはさらにですね、もう少しオールドレンズのような表現をねできるような感じになってます。例えば今のこの色味からこれつけてみると、ほらちょっとあの緑っぽくなるの分かります？こんな感じ、はい、こうやって緑っぽくなるんですよ。で、まあ、今順光なんでどんな感じに変わったっていうのは分かんないと思うんですけども、もっとね逆光のシーンとかで撮ると、あのフレアが入ったりとか、ちょっと色がにじんだりとかして、結構ねオールドレンズライクな表現ができます。またこの辺は動画でもね紹介しようと思いますので、ぜひ参考にしてほしいなと思います。ちなみに550と650は、まあ、僕が使った感じだと650の方が効きがいいというか、あの変化が多いです。まあ、普段ねこのフィルターっていうのを常につけてるわけじゃないと思うんで、まあ、僕はどっちかっていうと変化幅が多い方が楽しいかなと思って650推しです。はい、まあ、ちょっとこの辺もまたね動画で紹介しようと思いますんで、ぜひね気になる方は公式サイトでチェックしてみてください。ということで、買ってよかったもの5つ目がこちらのね、フィルターですね、東京グラファーの OPF650-550 っていうフィルターでした。次6つ目、よいしょ、6つ目はですね本ですね。はい、本、僕ねあんまり本読まないんだけど、この2冊ちょっとね今月は買いました。実はもう1冊買ったんですけど、まだちょっとね読んでなくて、はい、なんでこの2冊読んだものを紹介したいと思います。で、これねどっちもあの YouTube に使えると思って、要は、話し方によって人の行動を変えましょうねって話だったりとか、こっちも人がねどういう風に行動するのみたいなね、まあ、心理学的な話なんですよね。で、実際僕が面白かったのはこっち、正直言うとこっちは僕には合わなかったです。まあ、話のトークとしてね、こっちはもう話し方こういう風にしたら、まあ、人って動きやすいですよね、だからこうしましょうよっていうね結論が書いてあって、これはね結構読みやすかったし、なるほどなと、あの実践しようかなと思ってることが結構詰まってました。に対してこっちの本に関しては、あの人ってこうこうこういう理由でこうしますっていうね、あの事実しかあんまり書いてなくてですね、僕はちょっとねなるほどねぐらいで終わっちゃうっていうね感じがあったんで、ちょっとねこっちは正直つまんなかったです。まあ人によって合うと思うんで、まあ、ただ結構人気な本らしくて、あの合う人も合わない人もいると思うんですけども、まあちょっとね気になったら本屋さんで立ち読みして、合うようであれば買ってみるともしかしたら面白いかもしれない、まあ、こっちは僕はね、あの YouTube やってる方とかは結構ねおすすめしたいなと思うし、あと営業の方とかはね、こういう本読んでおくと、読んでおくだけでこの前話し方の本読んだんですけど試していいですかみたいな、そういう風なね、あの投稿もできると思うんで、ぜひねこういう本たまには読んでみてほしいなと思うし、僕もね今後ちょこちょこ読んでみようと思います。はい、ということで買ってよかったもの6つ目が、まあ、こちらの本、世界最高の話し方っていう本でした。ラスト1つ、実は最後の1つは今ねあの使っちゃってるんですよ。ラスト1つはですね、こちら PGYTECH ってところのマンティスポットプロっていうアイテムです。で、これはね、あの動画でも紹介してるんで、動画のね、レビューの方を見てほしいなとは思うんですけども、これはね、一眼で使う自撮り棒としてはもう最強。明らかにこれが一番いいと僕は思います。まあ、詳細はね、レビュー動画で見てほしいんですけども、いくつかピックアップすると、1個はね、ここね、まず上の部分、ここの部分もワンタッチでカメラつけられるようになってますので、今持ってくると、例えばね、この ZV-1 とかももうカチッと、ほら、はめてもうすぐに使えるという感じになってます。っていうのが1個、あとはあのここね、このレバーをこうピッと引くだけでもうこれで自由に角度も変えられるというのもすごい素敵だなと思うし、僕最近ねあのショート動画始めたっていうのをみんな見てくれたかもしれないんですけども、ショート動画とかで結構ねスマホとかで撮るようになったんで、ここにね、ここの中にこう、はい、スマホのホルダーがついてるんですよ。で、これにスマホつけて、よいしょ、スマホあるかな、あっちか、はい、これねスマホにもうサクッとこうやってピッてつけて、で、またこっちの方にカチャッとはめれると、
という感じにすぐにね、あのワンタッチで一眼とスマホ交換できるっていうのも僕にとってはめちゃくちゃいいなと思ったんで、まあ値段はねやや高いんですよ。1万5000円ぐらいするんでやや高ではあるんですが、まあ、ただこれ以上のこうね、あの一眼用ミニ三脚って多分ないと思うんで、ぜひ気になる方はチェックしてみてくれると嬉しいなと思います。ということで、買ってよかったもの最後の一つがこちら、PGYテックの、マンティスポットプロというアイテムでした。はい、ケイスケの動画。はい、ということで、バババッと紹介してみましたが、いかがでしょうか。買ってよかったものね、話は、本当ね、買ってよかったものも良かったよっていうのを伝えたい、あの気持ちがね、大きいんで、めちゃくちゃ話しやすいんですよね。なんで、撮ってて、あの、むちゃくちゃ楽しいです。僕がね、めっちゃ楽しんじゃってるっていう。で、今月のアイテムは、あんまりね、ガジェットしてないアイテムとか、あの、カメラしてないアイテムが多かったと思うんですけども、まあ、そういうのを紹介できるっていうのも、買ってよかったものね、この月1回の企画の、醍醐味だと思いますんで、ぜひ気になるものあれば、概要欄の方からチェックしてみてくれると嬉しいなと思います。ということで、今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あるチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それと、はい、Twitter、Instagram 撮れておりますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。